ののの一殉教の様子をもともとは、フェリペ2世の注文で描かれ、エルエスコリアル修道院の聖堂を飾る祭壇画の一つであったが、1584年に、フェリペとヒエロニムス開士によって、受け入れを拒否された。この出来事によってグレコは、スペイン最大のパトロンとして、国王を得ることに失敗し、宮廷画界の道が閉ざされることとなった。 フアンフェルナンデス・ナバルテの死後、フェリッペ2世は修道院の装飾の代行者を探す必要があった。グレコは当時カトリック教会からのパトロンを得ようとしており、その一環として描かれた。1580年4月25日に作品の購入が決定して、画材のために何割かが先払いされた記録が残っている。完成と引き渡しに関しては研究家の間でも、 意見が分かれており、ハロルド・ウェゼーは1582年9月20日を、マニュエル・バルトロメ・コシオは1584年8月17日を、それぞれ主張している。古代ローマのテーベ軍団長であった聖、マウリティウスを中心としたキリスト教徒のみで編成されていた一団は、アフリカからガリア地方で起きた反乱を鎮圧するために、進軍していた。しかし、アゴナムにて、 感謝祭の際、生贄を捧げることを拒否した。そのため上司のヘラクレスの命によって数十人が虐殺され、マウリキウスは成人となった。本作には、異次動図法という異なる時間の流れを一つの構図の中に収める技法を使っている。本作では三つの時間が集められており、一番奥に、ローマ皇帝軍の行進、画面中継に処刑画面、 手前に進行に順ずるか命令に従うかオぶかと議論する場面が配置されている。マニエリスム独特のひねられた緊迫感を感じさせない優美さを持った人物が特徴的である。右手前の主題である4人の会話のシーンで取り上げられているのはマウリティウスのほか、カンディトゥス、エクリスイペリウス、ビクトルというレゲンダーウレアの中でマウリティウスと同様に殉教したとされる聖人たちである。 中継となる左端では、残守による殉教と兵士たちが小さく描かれている。その上部ではそれぞれ勝利の冠と白の葉を掲げ、他の天使たちは楽器を奏でながら、殉教を賛美する姿が描かれている。右下には、グレコの署名が書かれた紙を蛇が加え、そばにある切り株と草花と共に象徴的なイメージを形成していると、吉川は述べている。また、 マウリティウスの背後にはグレコの自画像があるとされている。本作は当時飾られることはなかったものの、グレコはこの作品で800ドカードという高額報酬を受け取っている。グレコが到着した当時のスペインは、レコンキスタの勝利から一世紀も経たないままで、かつコロンブスによる新世界の発見、さらにカルロス一世による新生ローマ帝国とスペインの権力の掌握など、 スペインが急激に成長した時期であった。また、ヨーロッパ全体が宗教的に衰退したのに対し、スペインはカトリック以外を除外するという方法で宗教の権威も高まっていた。このことは、トリエント公会議の結果として交付されたトリエント協竜をスペインがいち早く取り入れたことからも伺える。東海画は、聖意剥奪の絵画と共にこの協竜に含まれていた。 製造に関する協力に触れるとされたのである。フェリペ2世はグレコが多くの人間からその技量を認められていたことを知っていた上で、この絵画について成人についての絵画の大きな目的と効果は、人々がそれに向かって信仰心を起こされるように描かれるべきで祈る気をなくさせるような絵画ではないとホセデシグエンサ、修道院長による証言がなされている。その一方でグレコは、この スペインの方針に従順でなく、また神秘的価値より信仰の価値を重視することを読み違えたとされている。チンチナートによる同主題の絵画当初は本作は飾られることなく、その後同じ主題をロムロ・チンチナートに描かせ、そちらを1584年8月31日に差し替えて展示した。1961年、スペインで切手の日に、 スペインの画家シリーズにて、グレコで切手が作られた際の一作にも選ばれた。印刷は本作のメインとなる決断の場面を紫色で行っている。ありがとうございます。